クリス・ポールは、史上最多の6度受賞を NBA シーズンスティールをは、レギュラーシーズンで1試合平均のスティール数の最も、高いプレイヤーに贈られるタイトルである。バスケットボールにおいて、スティールとは、相手にターンオーバーを記録し、ボールポゼッションを獲得する、ディフェンスプレイの一つである。1973-74シーズンから始まった。 タイトル獲得には82試合中70試合以上に出場しているか125スティール以上を記録している必要がある。アルビン・ロバートソンが NBA 記録のシーズン301スティールを1985から86シーズンに達成している。タイトル獲得回数はクリス・ポールが最多の6回である。マイケル・レイ・リチャードソン、ロバートソン、マイケル・ジョーダン、 アレン・アイバーソンが3回、マジック・ジョンソン、ジョン・ストックトン、ムーキー・ブレイロック、バロン・デイビス、ジョン・ストックトンが2回で続く。連続受賞はクリス・ポールの4年連続が最高である。NBA 制覇とスティール王獲得を同時達成したのは、1975年のディック・バリー、1982年のマジック・ジョンソン、1993年のマイケル・ジョーダン、 2017年のドレーモンドグリーンの4人である。平均3.0スティール以上の記録は1990から91シーズンのアルビン・ロバートソンを、最後に出ていない。マイケル・レイ・リチャードソン・マジック・ジョンソン・マイケル・ジョー・ダン・ジョン、ストックトン・アレン・アイバーソン。ありがとうございます。